ディロン・ブルックスは、カナダ・オンタリオ州、ミシサガ出身のバスケットボール選手。NBA のメンフィス・グリーズリーズに所属している。ポジションは、スモール・フォワード。ネバダ州のフィンドリー高校から2014年に、オレゴン大学に進学。1年生時の2014から15シーズンに、平均11、5得点を記録し、パックマイナス12のフレッシュマンチームに選出。 二から三年生にかけてはさらに数字を伸ばし、いずれも平均16点台を記録し、二年連続でパックマイナス12のファーストチームに選出され、三年生時の2016から17シーズンには同カンファレンスの最優秀選手に選出された。ブルックスは四年生でのプレーはせずに、2017年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。45位で、 ヒューストン・ロケッツに指名された後に権利がメンフィス・グリーズリーズに移動。7月21日にグリーズリーズと3年契約を結んだ。2017から18シーズン開幕戦のニューオーリンズ・ペリカンズ戦でブルックスはベンチ出場ながら19得点を記録しリーグデビューを飾った。カナダ出身選手のデビュー戦としては最多得点となった。 2018年4月11日に行われたオクラホマシティサンダー戦でキャリアハイとなる36得点を記録。試合はサンダーに137から123で敗れた。2020年2月7日、グリーズリーズと3年3500万ドルの延長契約を結んだ。2015年に地元トロントで開催されたパンアメリカン競技大会にカナダ代表に招集され、 銀メダルを獲得した。ありがとうございます。